Preghi 12. はるか昔、その島は突然海の上に現れたという。ワフルドと名付けられたその島は嵐の結界に囲まれ、近づく者を阻み続けた。ある時、私はとある海賊に出会った。彼はワフルドに上陸したことがあるという。その海賊は島で不思議な少女と恐ろしい巨人を見たと語ってくれたが、彼を追うように現れた海軍に連れて行かれてしまった。その後、我々学者の中にも島を目指した者が何人もいたが、結局誰一人戻ってくる者はいなかった。ルフィ、しっかり。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。私の名前はリム。体からなんか出てきたぞ。何が起こってんだよ。これであなたたちは力を使えない。なぜ力を奪うのかって？だってあなたたち海賊でしょ。海賊なんて弱い者に暴力を振るう嫌な奴ばっかり。でも彼らは今までの海賊とは何か違うかもしれない。なんだ。下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。これからある場所へ向かってもらうわ。そう、ここはあなたたちの思い出の世界。